少女を殺した犯人はどちらのぬいぐるみか。もうこいつ決まってんだろ。いや、あいつ決まってんだろ。そういう目してたわ、さっき。二人は投票にて決めることにしました。いきなり何を言い出してんの？何を言い出してんの？何を言い出してんの？四。こいつ決まってますよ。こいつ、ハシビロコウです、ハシビロコウ。いや、カメラ、カメシ。ハシビロコウがやったの見たかも。僕見たかもよ。この投票絶対成立しねえじゃん。二人で決まるわけねえだろ、こんなの。何？え？あれ、ここは？一体。目を覚ますと、二人は、どこかの部屋にいました。同じ場所なのかよ。同じ場所にいんの？別々にしてくれや、もうこいつとは。おや、おやおやおや。泣いている赤ん坊の声が聞こえてきます。え？うん。なんだ。え？不思議なことに、その泣き声を聞いた二人の頭に、ぬいぐるみの使命が流れ込んできました。なんだこれ。え、だる。ああ。え、だるない？だるくねこれ。ぬいぐるみってそうなん？え、だる長期間人気。おや。どうやら赤ん坊は泣き疲れて眠ったようです。やっと泣きやんだか。とか、うるさかった。これからこの子供部屋で過ごすぬいぐるみ同士、二人はお話しすることにしました。うんうんうん。二人の頭に話題と選択肢が浮かびます。ほお。10年しか生きられない人生ってどう思いますか？制限時間は3分間です。しっかりと2人の意見を出し合った後選択してくださいね。ではどうぞ。いや、どうかな。まあ10年人間って考えたら短いけど、まあ、人生って言ってるしね。これはまあ短く感じるかもよ。まあそうね。でも今10年ぐらいなんじゃねえかって気もするビロよ。どうした急に。いや、どうした。いや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 、短い流れだったでしょ。やっぱ人生においてやっぱ普通70年80年生きるってやっぱ頭にすり込まれてるから、やっぱ10年って考えると短いかもよ。いや、まあ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 、ぬいぐるみになったからね。もう人間とかじゃないから。いや、まあぬいぐるみとして考えたらまた別だけど。どうした急に。ハシビロコウ。そうだ、俺ハシビロコウだった。どっちで呼んでいいのか分かんねえよ。改めて言われるとびっくりするな。いや、まあ、でも使命のこと考えたらさ、結構長えよこれ。いや、まあね、僕らにとってはまあそうかもしれないかもよ。まあ、10年やってまあな、長すぎるよ。短すぎるってことはないんじゃないのかなって気がするビロね。まあそうかもかも。おい、おも面白いな。語尾勝手についてくるから。語尾勝手に食いついてきちゃうかもよ。いいな、それ。10年受け取れるな。ややこしいのよ、これ。いや、僕は短いと思うかもよ。ああ、まあ、いいじゃない、うん、うん。俺は、そうは思わないけど。なんか、こいつは、いや、なんかちょっとやっぱ、生前の思い出蘇るな。こういうとこあんだよな、なんか。なんかもう、鴨の橋。逆張りみたいなさ。まあ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 、やっぱ鴨の橋と同じ意見、ちょっと嫌だな。
いや、まあ、運転してたのお前だからな。いや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 、反省しとけよ、本当に。いや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 、もうすんごかったからね。お前、もうお前人引いたろバイクで。いやいやいや、お前が引いたんでしょうが。人引いて吹っ飛ばされたろ。何言ってるか、もうひでえ目にあったびろよ。こいつがやったんだって。あれてか、なんかこの子供あの髪と髪の色似てんな。いや、そうなんよ。なんかちょっと嫌かも。やだわ。うん、ちょっと嫌だな。ちょっとやだわ。すごい、なんか親指据えてんのか吸ってんのかよくわからん。やだわ。ねえ、あいつみたいになんのかな。時間になりました。それではまずそれぞれが選んだ選択肢を聞かせてください。では鴨の橋さん。あ、鴨の橋は僕だったかも。あ、鴨の橋さんです、ね、あ、もう繋がらなかったかもよ。今自分のことだと、まあ、短すぎると思うかもね。1番を選ぶかも、うん、1番。では橋ビロコウさんは。もう俺は2番、長すぎるから。いや、短いでしょ。いやいやいや、おやおやおや、選択が分かれましたか。あ、とはいえ選べる選択肢はたった一つなんです。え、2人で、何そのルール。なんで、何それ。後出しルール出しやがったな。やってくれたわ。さあ、意見をぶつけ合って決めてください。いや、まあ、いや、そんな一つ、これ決めたから何なんだよ大体。何この質問。なんかよく考えたらどっちでもいいわ。雑談なんじゃねえの。何かも、誰に対してこの答えを提示するの。本当だ。あの神か、あいつか。ああ、いや、そんなねえ、いや、ビロ君がそんなに言うんだったらどっちでもいいけど。いや、どっちでもいいんだったらもう俺の方にしてほしい。いや、でも俺もできれば一番がいいとは思ってるよ。でもまあ、じゃあ、うん、そういう、もう僕が妥協するかも。僕が大人だから。おお、腹立つな。妥協するかもよ。あ、いいいいいい、どうぞどうぞどうぞ。もう俺はいつだって正しいからな。うん、まとまったようですかね。それでは改めて2人の選択を聞かせてください。うん、じゃあ1番で。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、おい。待て、おい。あ、分かった。2番でいいかも。2番。腹立つわ。なるほど、分かりました。10年しか生きられない人生は長すぎると。ありがとうございます。いや、人生とは選択の連続です。そうかもね。まあ、それはそうかも。何かあれば選択肢が浮かんできます。より良い方向に進み、未来を変えられたらいいですね。これずっとやんのかもしれない。もしかしてこのなんかこの子供の育ち方に関わんのか、まさか。それでは時を進めましょう。まさかな。